おお、そうだ。先日我が国で大規模な海賊狩りを行ったのですが。海賊狩り？ええ、ウォール高原の惨劇の後、我が軍が弱体化したことを見計らって、近海を国民を守る責務を果たすべく残存兵力を集めて海賊どもを一掃しました。まだまだウーラには戦う力が残っているのだと大きく宣伝する効果も狙いまして。海賊相手に戦果を上げられる力があれば十二分でしょう。恐れ入ります。特に大海賊セドを拘束できたことは我が軍にとって誉れ高いことと思っております。セド、どうしたのですか、セス。生きていたのか。息子なんだ。今は黙ってろ。面倒起こすな。分かってるよ。時に次第受け渡しの場所に関東を選ばれたわけですが、警戒に当たる軍は大丈夫ですか。よければ我が国からも派遣させます。海賊狩りで大いに士気の上がっている現在、力になれるのではないかと思いますが。ご心配なきよう。派遣したのは我が国でも最強を誇る主力部隊です。艦隊は何者をも寄せつけないことでしょう。資材搬入後の警備もお任せしてよろしいのですか。無論です。あの素晴らしい魔導力を我が国にも導入できるとあれば。お話し中のところ恐縮ですが、両陛下のおっしゃっていることが今一つ私には見えてこないのですが。ああ、失礼しました。グランドスタッフの2号機を建造するということですよ。おっしゃることがよくわかりません。私たちはグランドスタッフを破壊してほしいと頼んでいたはずですが、この会談も戦争回避のためのものだと皆無から聞いています。ええ、その通りです。戦争は回避されました。皆無から紹介されたあなた様のも口添えのおかげで。は？その代わりに巨大な魔導力をもたらすグランドスタッフを我が国にも作るという。国力を同等にすることで優劣をなくし、両国に均衡をもたらす。これを見てください。ただ愛するだけでいい。それは全てを守る。私なりに国民を愛し守らんとした結果です。どうかお含み置きください。詭弁ですわ。それを皆無とサラが聞いたらどう思うことでしょう。矛盾は承知の上です。それでもなお多くの血が流れずに済むなら、私はあなた方に非難のそしりを受けようともこの道を選びます。おいおいおい、そりゃちょっと違うんじゃねえのか。俺たちはグランドスタッフはやべえって言ってんだよ。増やせなんて言ってねえ。増やしてはダメだ。それこそガンガラの思うツボだ。
親愛なるウーラ国民の皆さん、ご覧ください。我がウーラが誇る史上最大の魔導機関グランドスタッフがついに完成したのです。これも国民一人一人の協力あらばこそ、国王補佐官として感謝に耐えません。グランドスタッフの完成により、ウーラにはさらなる発展が約束されたのです。しかしこの発展は魔導力によるものではなく、建造によって高まった国民の皆さんの結束の結果なのです。ただこの良き日に一つ悲しいお知らせを国民の皆さんに伝えねばなりません。即位以来、常に皆さんのために心砕いてこられたトルタン王が、昨日グランドスタッフ完成の知らせを聞くことなく逝去されたのです。国王陛下はヌマラへの攻撃を前に、ゴッツァとの協調を図るべくゴッツァ王との会談に臨みました。ところが陛下は彼の地で突然の病死を遂げたというのです。しかしこれはゴッツァの嘘、我が軍部は様々な情報から一つの答えを導き出しました。陛下の死は突然の病などではなく、明らかにゴッツァの裏切りによる暗殺であると。陛下はゴッツァに旅立たれる前、指揮を指していたのかもしれません。留守中、並びに自分にもしものことがあった場合は、この私に全権を白紙委任するとおっしゃいました。よもやそれが現実のものになろうとは。かくなる上は、亡き陛下のためにも、ウーラのために尽くす所存です。皆さん、どうか非力な私に力添えをお願いします。ありがとう、本当にありがとう。戦争が外交において愚かな選択であることは、私も陛下も十二分に承知しておりますが、このまま座してゴッツァの言うがままになるのは国辱というものです。今こそ
グランドスタッフ完成に向けてまとまった皆さんの心を陛下の弔い合戦として奮い立たせようではありませんか。ウーラの力をゴッタに見せつけてやるのです。